ここ最近ちょっとね、引き分けがついてるかなと、え、いう感じではあるので、今日のね、えーリーズナイトとか。リーズナイトとはカップ戦なんだけど、マリーズナイトとウエストアム。この試合にはね、やっぱぜひとも勝っていきたい。ま、ちょっとウエストアムっていうのはちょっと厄介かもしれないけど。そこの2チームにはね、ま、カップ戦は勝ち上がる意味でも、 え大事なんで、まあ、しっかりやっといて、まあ、リバープル戦に関してはね、えー、ちょっとやるかやらないかはわかりません。はい。いいねー。いいんじゃないなんだそのキックン。なんだそのキックン。ヒッチのこのパスね。まあ、ちょっとちょっとあれだけどね。さすがにやっぱディフェンスが、かは来てますけど。これは <laughs> 何なにこれえ、なにこれ稲妻イレブンのあれやん。 稲妻ブンの二人で撃つやつやん。二人でシュート撃つやつ発動してるやん。何これ稲妻ブンだの。キャプテン翼だの。二人で蹴ってるやん。いいパスだ。スいいパスだ。ええー。オフサイドかこれ誤診じゃない、ね、これ誤診でしょでこれ誤診なんですけど。は誤診じゃないラ,ライン <laughs> ラインの内側だ俺たち。は出たなぁ。おい。誤信だろ、今の。全然ラインの中だったらルイス・ディアスと一緒やんけ、あれ。全く状況一緒。ふざけんなよなぁ。ちょっと、ちょっと防戦一方すぎるなぁ。縦パス簡単に通されすぎじゃない通されすぎじゃないって。おい。 先制点が決まりまりした通されすぎやった縦に,、ね、にここで相手をリードしますたった、ね、通されまもあ,あガラきやもんなんでそこ通されんのて。サリバーサリバー何してんの,明日かのあ,あもう少ねえ少ねえディフェンスが少ねえ少ねえ少しねえ終わりです えー、リーズナイテッドに負けてます。はい。終わりです。このチーム。終わりました。すみません。ビッグシックス超えられません。もうリーズナイテッドを超えていけに変えるわ。タイトル。今年の目標、それにするわ。うん。リーズナイテッドを超えていけ。い決めました。もうタイトル変えます。えー、リーズナイテッドを超えていけにします。そこで下げるか。ペレイラ、頼む。ペレイラだそのパスは。んだ、そのパスは。だそのパスは おっとああしし、ね、ふわっとしすぎだろいやまあ別にさもまあ,まあ,あれが決まってたら別に俺は褒めてたかもしれないけどさふわっとしすぎじゃないいくらなんでもま,まずリーズナイトとから超えないとさ無理無理ビッグシックスさんか超えられるわけないよこんなチームが<の>いいねああまあトロールいいねナイスナイスオフサイド これはオフサイドです。<laughs> え、これはオフサイドです。はい。すいません。うちのトラオレがすいません。オフサイドです。すいません。すいません、ほんとに。今シーズン初負け、リーズナイテッドうえ、今シーズン初負けリーズまさかの。えうでしょ、ね<嘘>。今シーズン初負けが 見ろ、この若いさ、青年たちをこんな青年たちに負けてんのか、お前らは。なぁ。ふざけるだよなああ、ニューカッスルが PK で勝利してるわ。ニューカッスル戦えたのになあもう。で、マンチェスターダービーでさ、最高やったやん。まあまあ、スケジュールが過密だからいいです。<laughs> あの、 テップと同じ同じ言い訳しようテップと同じ言い訳するわ僕たちが4冠狙ってるとでもって言うわやっぱこの位置でロナウド受けちゃうとな裏で抜けるとかじゃないんだよなネトいいよ行くしかないネト打っていいよパスするんかーいしま,しまあでも悪くねえなロナウドがもうちょっと早かったらないま悪くはないわいいねいいんじゃない 入ってます <laughs> 一応、一応見た方がいいんじゃない一応。あれ何これやだ。何これ,何これ祈ってるやん。祈ってるロナウド入ってます入ってるねー。入ってるやん。ゴール判定システム。ゴール。<laughs> いいね。ゴール。いいね。これ見るためにやってきたの今日。この笑顔よね。 これ、これ。これ見たかったんよ。悲しくて悔しいわ。入ってきました何してんの、セメド。セメド。セメド、勢い余りすぎ。セメド、今、勢い余りすぎやって。セメド。さすがに触れちゃうわ。ごめんな。さすがに触れます。さすがに。今、ファニーモーメ,メントやもん。ファニーモーメント。あ、これか。やる気があり,あり余りすぎてるな、これは。 これは <laughs>、これはな、ちょっと、あまりにも座標がずれすぎてる。うん。座標がずれてるわ。うん。いや、やっぱ結局、スーが結構やっぱレ、っいいねー。いいー。裏抜けたんじゃない、今。ヌネスだけど。ヌ <laughs> ネ, <laughs> ネスだけど。いや、パスがすごいな、今、やっぱ。あれ、ソボスないかパスがすげえわ。 パスがすごいね、これ。誰だ、あれ。でも、12番。9番じゃないぞ、そこすらじゃない。体が強いですねネスもいいシュートだな、これ。まさかネトかまさかの ?12 番に見えたけど、まさかネト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 そんな、ネトそんなセンスあった 今までなんかもうパスで輝いたとこ、輝えたとこないなって、普通にゲーム内では思ってたけど、ネットこんなパス通せんのま、あ空いてるけどさ。確かに空いてるけど。空いてはいるけど、これ素晴らしいスルーパスよ、これ。まあ、ヌネスの位置取りも良かったんかな素晴らしいね。ちょ、ちょ、ちょ、あ、いいね。ロナウド来たじゃん、ロナウド。2点目ある、2点目ある、2点目ちょっとスピードがないわ。スピードがないわ。 やっぱあの頃のスピードがないもんやっぱ裏に抜けないとダメなんだよいいねヌエスじゃネベスかあれソボスライソボスライソボスライ入中入ってやれよシルバー中だろ今の行中行ってやんないとシルバー今ねっソボスライの後ついていってんのあっソボスライさんだーっつってさウエスサムとの差はほとんどありませんでした勝てないかもと思う瞬間はありましたかまあ後半はそ,そう思いましたよ 長 <laughs> 長雇ってもいいか雇るかこれ。ザンダービラデ船ザン、ゼンダービラデ船か、雇うか経験判断5。<laughs> この19000のこいつに関しては多分一般人だろうな。多分そこのお兄さんつって、呼んでるだけだろうな、これ。高橋健太。いいね。普通の名前でいいわ。高橋健太。 西村太陽、西村太陽いいね。西村太陽いい名前じゃない今回普通名前多いな山口大地、小林秀夫、<laughs> 山下仁志。仁志優しい目してるな山下仁志いいやん。え、でも山下仁志、の顔ちゃんとしてるやん。ちょっと待って。ほらって、高橋幸二この顔でしょ まあ、小野和樹はいいわ。おほら、伊藤義高もさ、この、ねえ、もうやる気のないジャパンイーズ顔なんだけど、山下一志、アジア系で勝つ、ちゃんとしてるぞ。これ山下一志いくんじゃないこれ、一志くん。小野和樹は、言っても日本人離れした顔だから、これは多分、あれだけど、 これアジアを代表する選手るじゃないんじゃんこれ。金蔵売却を決断いただきありがとうございます。ここでプレイし続けることには疑問もありました。遺跡はお互いにとってベストの選択だと思います。金蔵金蔵元気であれよ。元気だな、金蔵ちょっとオファーあるかわかんないけど。でも金蔵はでも変えてるオプションで確かあった気がするから、オファー来るんじゃないかな。 頑張れよ、金蔵。は違う。新しいやつが。新しいやつ来てる、もしかしてこれ。え、金蔵 <laughs> え、え、もう一人の金蔵が。えもう一人の金蔵が生まれた。え山口金蔵と別れた瞬間にもう一人山口金蔵が生まれた。そんな。また山口金蔵が産声を上げてるやん。 今度はキーパーで山口金蔵ってそんなフィファ的には <laughs>、量産型の名前なんかいねえよ、金蔵。金蔵いねえから。ついに来たか。ちょっと俺のもう一つの推し、リバプールと戦うのか、次回。なんつったってこっちの世界線はな、祖母すらがこっちいるから。<laughs> これであれがあらがおう。こっちの世界線は祖母すらがこっちいるからな。 そう、ファビーにもいるんだよな。だから。なんでクロースいるんクロース来るなら言ってよ。クロースいるやん。なあ。レアルにいろよ、クロース。なあ。